哟吼，今天中午要跟山本先生一起吃味噌蔬菜拉面，超级大的。我这是在日本的全家便利商店买的。我那时候看到这个商品呢，大概犹豫了有五分钟左右，要买吗？因为我跟山本先生很少吃泡面，算是买来做一个挑战吧。它的面呢有450克，那所需要的热水有2800cc， 超多的。我那时候拿这商品到柜台结账的时候啊，那个妈妈可能也不知道他们店有卖这种商品。哦，すごいね、これ何？这是培养谷さん呢跟日本昭和29年创业的信乐苑一起合作出的商品。那培养谷さん几乎隔一段时间都会出一些比较特别的商品，比如说超大的 yakisoba， 或是很多种口味鸡辣的 yakisoba 之类的。那培养谷さん是以呢 yakisoba 最有名。那我们来看一下里面是怎么样子呢？哇，里面的杯面啊，比一般的杯面啊大上好几倍。它下面的这个杯子啊，吃完可能可以来当帽子或是装水洗脸之类的。那我们现在就把它打开，看一下里面的包装是如何。打开我们的泡面，好好奇里面是长怎么样哦。 Open， 哇哦，里面的面有1、2、3、4、5，所以这个面是五人份呢。这个是スープ，它的拉面的汤汁，超级大一包的。那还有一个是蔬菜，干燥的蔬菜，哎，也蛮大包的耶。那我们现在呢，把这个干燥的蔬菜加进去，加进去。再来加水。先生どうぞ。はい。すごいな。そう、2800cc だよ。いや、これで蓋をして3分ですね。そう、あとあのスープ植えて置い、はいはい、置いて。こんな感じで。そう。で、携帯で3分ね。うん、スタート。カブラーメン寂しいからね。朝、山本先生は白菜と卵。作ったから、これスープね、入れまーす。ちょ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 。あ、なんかお肉一枚。何か今塊が入りましたね。すごい、顔よりでかいよね。三分先生食べよう。いい匂いね、すごい。すごいね。すごいとしか言葉が出てこない。食べよう食べよう。あ、何分間食べられるかな、二人で。あ、今40分ね。じゃあ今からスタート。はい。はい。わあ、すごい。では。いただきます。ちょっと薄いね。水多いかな。料亭の味。二人とも薄いと思って、今ね、味噌追加。しゅうちゃんこれ。そこの方にお味噌固まってますよ。あ、ほんま。ごめん。よくあなた混ぜてないですね。あー、ごめん。二人なんか鍋食べてるな感じ。そうだね。うどん鍋。はい。はい。二回戦いきます。あ、そうそうそう。よく混ぜて味噌の味出た。そうそう、こんな感じね。うん。うん、美味しいね。そう、美味しい。さっきのちょっと水っぽかったけど。そうそうそう、ごめんね、ちゃんと混ぜてなかった。ここはちょっと一味を入れたいな。あ、一味、味変です、味変。味噌と一味合う。合いますよ。あんたに先生3回戦。すごい、今も麺いっぱいな。信じられないぐらいいっぱい。もう僕結構お腹いっぱいになってきたんですけど。今二人ともお腹いっぱいの状況で、まだ麺いっぱいありますよ。多分半分
害がね、先生の妖怪戦。ああ、暑くなってきたね、なんか。そうそうさっき寒いだけど、最後の一杯頑張ろう。うん頑張って、最後の一杯スープ無理しないで完食ということでよろしいでしょうか。うん、合格。ここ残りスープだけ、スープ二人もう無理あー、ほんまにお腹いっぱいお腹いっぱい。最後我们花了25分钟两个人把450克的味噌拉面吃完，但是汤我们两个实在是真的没有办法。どう、美味しい？美味しかった？美味しかったよ、美味しかったけど、もうちょっとあの普通のサイズで今度食べてみたいね。そうだね、私も美味しかったよ。でも以后可能会吃一人份或两人份的大小刚刚好。那今天就是山本先生跟太太做一个小小的挑战，我想以后不会有下一次了。这种挑战的代价有点高，因为这个卡路里啊有点高。那今天的影片就到这边，谢谢大家收看，我们下次见。ごちそうさまでした。全部食べ終わりました。すごいね、帽子。ぴったりね、全然違和感ないそうそうそうすごいね、ペヤングさんのあれものの商品、うん、似合ってます。すごい。